目に、まず一言祈ります。天のお父様、春樹くんが今、初めて会いましたけれど、今日イエス様を信じてみたいという思いが今心の中に与えられていることをありがとうございます。どうぞ聖霊様、その思いを導いてください。イエス様の皆で祈ります。アメン。アメン。じゃあ私の後についてお祈りしてもらっていいですか。はい、はい、愛する神様、愛する神様、同じように私を愛してくれてありがとうございます。私を愛してくれてありがとうございます。私は今まで神様から離れて今まで神様から離れて、背を向けていました。背を向けていました。知らなかったからです。知らなかったからです。でも今日僕を愛してくれて僕の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださり、墓に葬られて、完全に死なれました。しかしイエス様は、3日目によみがえって、今も生きています。そう信じます。今僕の救い主として、人生の主として、イエス・キリストを、僕の心の中心に受け入れます。イエス様を信じます。天国に行く日まで僕を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いや、このお祈りでね、もう救われてイエス様がね入ってくださって神の子供になりました。おめでとうございます。まだ洗礼っていうのはね、そんなに難しいものではないんだけれど、もし受けたかったらいつでもね。公になる日がいつか来るのかな。そうだね。いや、でももうね、あの学校であれば、この今信じたってことで、もう入学試験に合格したっていう状態。まあ。だけど、そこで終わったんじゃね。あのいけないでしょ、うんうんうん、入学式に行くのが洗礼みたいなもんで、あでそこから始まってずっと教会生活をするって感じなんでね。なるほど、うん、じゃあもう一回祈りますね。天のお父様、春樹くんが、今イエス様を信じられました。本当にこんな純粋な素直な心が与えられてありがとうございます。どうぞ春樹くんのこれからの人生を導いてください。いろいろなことが人生であるかもしれません。でも神様が助けてくださり、神様にどんな時にも祈り求めることができるように祝福してください。助けてください。今あなたが救ってくださって、そして天国に名前が春日と今刻まれて、そして天国の市民と天国の国民となりました。ありがとうございます。どうぞ春くんが今いろんな勉強をしながら、また動画の編集をしたりいろいろ頑張っていますけど、どうぞその勉強しているものが生かされて、これからそういうことを通して本当に充実した人生を生きられますように、春くんを祝福してください。今日のこの時を感謝してイエス・キリストの御名で感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。もうね、アーメンも言えるしね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。良かったです。良かったです。おめでとうございます。